はい、これから今日はですね、友人の家に出かけるんですけれども、久しぶりに高速道路を通っていきます。外環道というのがありましてね、そこから、どれぐらいね、今日はここから友達の家まで約どれぐらいのかな、まあ、ちょっと後で計算しますけれども、久々の高速道路のですね、走行の燃費計測をしてみたいと思います。それではまた結果は後ほど。それではまたお会いしましょう。はい、家を出てからね、もう20分ぐらい経つんですけど、まだ外環道に乗れてません。なんでやろうね。ちょっとね、今日混んでるね。まあいい天気になってきたんでね、午前中なんですが、さっきまで雨降ったんだけど、ね、だいぶ暖かくなってきました。なんか人でも出てきたのかな。まだ乗れてまへん。ですね、距離測ったら、外環通って友達の自宅まではだいたい、まあ50キロぐらいですね。そこまでどれぐらいね、燃費うまくコントロールしていけるかなっていうのが、まあ、ちょっと期待してるところですけどもね。まさかこんなにね、下道で混むとは思いませんでした。ね、だいぶ動き始めてはいますけれども、やっぱりね、五差路になるんですよ、次の交差点がね。で、そこで右折しなきゃいけないと。まあそうしますとやっぱりこう渋滞しますわな。そこから先になるとね、バーンとスムーズにいっちゃうんですけどね、なかなか下道で悪戦苦闘しております。それではまた後ほどお会いしましょう。まさかの大渋滞でございます。外観に入っても20分経つんですけどね、自己渋滞らしいですよ。これは予想外でしたね。まあまだこれだったらね、行きがまあ渋滞時の走行、帰りはスムーズ時の走行、これ計測できるかもしれませんね。しんどいわ。ほなまた後で。はい、まさかの大渋滞でちょっとトイレ休憩取りました。まあ参りましたね。まああと友達の自宅まで10分程度なんで、ここからは実況中継でいきましょう。それでは出発します。いやー参ったね。事故、追突事故ね、4台の追突事故がありまして、それに巻き込まれた、渋滞に巻き込まれてね、まあ難儀しました。まあようやく下道降りてきました。まあ午前中とは打って変わって暑くなってきましたね。もう太陽がさんさんと、9月上旬の暑さだそうですよ。いやーしかし参りました、この渋滞ね。ついでにコーヒー買いました。さあまたここからね、安全運転で友達の家までできる限り EV 走行でいきたいと思います。
渋滞か。結構ね、この国道は渋滞することで有名ですね。今下り車線なんですけども、まあ今日はあの土曜日で休日っていうこともあってね、きっとこの時間の下り車線としては、交通量も多いんでしょうね、きっと。はい。はい、じゃあそれではね、友人宅が着いてからまた動画の方をスタートさせたいと思いますので、一旦ここで切りましょう。それでは後ほど。はい、目的到着しました。さあ結果はどうでしょうか。エンジン停止。